というわけで、2つ目のノミネート作品はさくらみこチャンネルにて、ちょっとすみません、ラミーさん、ラミーさん、あの声はいます、声はいますが、ちょっと調整中で、天の声です、今、はい、天の声、はい、お空から聞こえる、お空から参加中です。というわけでですね、ちょっと姿は見えませんが、はい、というわけで、まあこのね、ホロのスゴロク、オリジナルスゴロクで遊ぼうということで、さくらみこちゃんの、チャンネルで放送された、うんうん。